目をつむって。何？いいから目をつむって。その後は私が中まで先導するから。そのままいいって言うまで絶対に目を開けるんじゃないぞ。わかったわね。おう。それじゃ入るから。絶対に目を開けるなよ。絶対だぞ。それは目を開けろという振りでは。あ？ないのだな、理解した。そこで待ってて。今度はこっち。いいわよ、目を開けて。そうよ、いろいろよ。心配しなくとも、別に俺はお前のクマタンパンツが干してあろうと気にはせんのだが。分かってんなら言うな。つうかクマタンパンツなんて何年か前に卒業したわよ。なるほど。ということは数年前までは履いていたということだな、クマタンパンツも。つい勢いで。あ、岡部、今の話は。なんだ、クマパン。クマ。どうだ、最近のアナウンサーみたいで悪くない呼び方だと思うぞ。な、クマパン。あんた、それ以上クマパン言ったら、二度とこの部屋から出られなくしてやるからな。岡部。あの、なんだ助手よ。さすがに疲れたし、そろそろ寝ようかと思うんだけど。そうか、では俺も休むとしよう。もう一度言っておく。私、あんたを信用してるから。分かっている、安心しろ。それじゃあ、そのまま動かないで。ちょっと待て。何？貴様、
その手に持っているものは何だ？何って、目隠しとロープだけど、何？もしかしてあんた見たことないの？そういうことを聞いているのではない！それをどうするつもりだと聞いているのだ！決まってるじゃない！今から私が寝て起きるまで変なことができないようにこれでじっとしててもらうのよ。寝て起きるまでだと？一体どれだけの間そんな目に合わせるつもりだ！悪いけど我慢しろ。私の安眠のためだ。俺の安眠はどうなる？あんたはちょっとくらい疲れてる方がおとなしくていいのよ。その代わり、アイマスクだけは着用してもらうけど、いいわね。まあそれくらいならば、我慢しよう。じゃあ、これを装着して。じゃあ、そのままじっとしてて。ま、よいしょっと。おい、何か？何かではない！なぜ俺は縛られているのだ！約束が違うじゃないか！ちょっと動くな！アイマスクがずれちゃったじゃない。それはお前が縛るからだろうが！さっきのは寝る時の話でしょ。今から私はシャワーを浴びるのよ。悪いけど、せめてその間だけはその格好でいてもらうから。なんか、わかった。ではさっさとシャワーなりなんなり浴びてくるがいい。ああ、そうそう。あと、これもお願いね。これとはなんだ？ヘッドホンよ。ヘッドホン？なぜそんなものをせねばならんのだ？それは、あんたが私のシャワーの音を聞いて変な想像をしないためよ。ははー、さてはお前。何よ。ホテルのシャワールームといえばユニットバスだから、
一緒に別の用も足そうと。あんたってば、ほんと最低、ほんとデリカシーないし、ほんと殺す。まだ冗談のつもりだったのだ。まさか本当のことだとは。それ以上言ったらマジ殺すからな。すみません。パパ。ごめんなさい。パパ。だから。岡部さん、ルカ子、それにキリュウさん、おはよう。お前たち何をしているのだ、こんなところで。そこ、あれがどうしたというのだ。リルの名前、アークリライト。ああ、アークリライトってもしかしてキリュウさんがバイトしてるっていうヘンプロじゃない。そう。なるほどな。新圧師がここでバイトをしていることは分かったが、しかしなぜルカ子まで一緒にいるのだ。撮影お願いしてたの。撮影？独占秋葉原に舞い降りた本物の巫女。何？ルカ子がか？そう、グラビア飾れって編集長が。ルカ子は男だぞ。雑誌で取り上げるには看板に偽りありではないのか。写真じゃわからないから平気。
それでルカ子はどうするつもりだ？どうしたのかしら、漆原さん。さあな。おい、ルカ子、ルカ子、聞いていないのか？僕のこと呼びましたか？呼びましたかではない。お前は始圧師の依頼を受けるのかと聞いているのだ。あ、いえ、ただその僕はとりあえず話だけでも聞いてくれって言われたから。だから受けるのか断るのかどちらなんだ？だからその受けるつもりは。どうしたの、漆原さん。もしかして具合でも悪いの？いえ、そういうわけじゃなくて、ただ。ただ、どうした？ただ、やっぱり本当なんだって思って。本当？本当ってどういうこと？その、さっき、桐生さんが。始圧師がどうした？二人が一緒に出てくるところを見たって言うから、その、ホテルから、それも手をつないで。始圧師！お二人の関係は？違う！あれは単に出てきただけで！言っておくが、俺の方こそ、お前のようなめんどくさい女はお断りだ。はあ？それはこっちのセリフです。あんたみたいな男となんて噂されるだけで鳥肌が立つ。なんだと？何よ。ふっ。ほっ。そういうことだから二人とも分かったな。つまり喧嘩するほど仲がいいってことですか？違う！で、一晩同じ部屋で過ごして結局何もなかったん？ヘタレスな。だからないと言っているだろうが。お前までそんなことを言うのかダルよ。
よりだ。早く D メールを送るぞ。 D メール？なんで？なんか、お前たちはどうして俺がわざわざクリスティーナのホテルまで行ったと思っているんだ。え、なんでって。クリスちゃんの泊まってるホテルがどんなところか見たかったからだよね。いいな、やっぱりマユシーも一緒にお泊まりしたいな。冗談だお冗談、そんなに怖い顔しちゃラメン。いいかダル、これはほら岡部、それより D メール早く送ってみましょう。え？わ、おい、クリスティーナ。何をする？俺はダルに。仕方ないわよ。え？私たちにとっては一大事かもしれないけど、橋田や真由里にとっては所詮人ごとに過ぎないんだから。だからムキになったって仕方ないわ。それよりね、 D メール文面は同じでいいんでしょ？だったら早く送りましょう。の、おう。やはりダメか。原因は？わからない。でも電話レンジ自体が作動しているところを見れば、多分何か重大な条件が不足しているんだと思う。しかしその条件が何なのかはわからずか。そういうことね。その様子だとやっぱダメポ？ああ、残念ながらな。原因もわからずだ。そうそう、その代わりつーのも変だけど、僕からオカリンにプレゼントがあるんだお。プレゼント？なんだ？ほら、例の頼まれてた新作ガジェット、あれ、完成したお。何？もうできたのか？要は発信機をくっつけるだけだからね。基本構造はとっくにできてて、あとはパーツさえあればって状態だったのさ。そんで昨日二人が帰った後、開発室も空いたことだし、今のうちにって思って仕上げたってわけ。新しいガジェット？何？あんたたちまだそんなものを作ってたの？新作ガジェットね。ね、今度は一体どんなガジェットなの？知りたいか、クリスティーナよ。まあ、気になるといえば気になるわね。そうか。ならば教えてやろう。新しいガジェット、すなわち13号機は。13号機は先に私が作りかけてたものがあるから、そっちは14号機でしょ。あ、だって14号機はズバリ電波ジャッカーだ。電波ジャッカー？何それ？わからんのか？読んで字のごとく、テレビ放送を電波ジャックする装置だ。天才少女なのだから、言葉から類推すればわかるだろう。テレビ放送、なるほど。要するにブロードキャストシグナルイントリュージョンってことね。なんだその長ったらしい英語は。あのね、日本では船を乗っ取ったりバスを乗っ取ったりするのをシージャックとかバスジャックとか言ったりするけど、あれって全部和製英語なの。
そうなん？そうよ。そもそもハイジャックはそれ一つで乗り物を乗っ取るって意味の一単語なの。だから船を乗っ取るのもバスを乗っ取るのも全部ハイジャック、ジャックだけで何かを乗っ取るって意味はない。ねえ、さっきの話だとおそらく14号機はテレビの発信電波の上から別の電波を送って映像を流す装置ってことでしょ？違う？いや違わない、その通りだお。それだと英語ではブロードキャストシグナルイントリュージョン、要するに放送信号への割り込みとか介入とかいった意味になるかしら。へえ、そっか、バスジャックは和製英語だったんか。オフ会でのトリビアネタいただきました。だけど今時何のためにテレビ番組を乗っ取ったりするのよ。そんなの決まっているだろう。この鳳凰院教魔が世界を混沌に陥れた暁に、全世界に向かって俺のありがたいメッセージを発信するためだ。ならそれこそネットの動画サイトとかにアップすればいいだけの話じゃない。何もそんなことする必要ないと思うけど。それでは見ようと思った人間しか見れんではないか。つまらん。突然世界中の人間に反強制的に見せるところに燃える男のロマンがあるのだ。わからんか。わからんな。まあ全世界っつっても電波の強度から言ってジャックできるのはせいぜい秋葉界隈、しかもアナログテレビ限定なんだけどさ。何それ、ますます意味ないじゃない。お前のようなスイーツ脳には高尚なロマンは一生かかっても理解できないかもしれんな。だるよ、これ以上不毛な話は必要ない。その14号機はどこにあるのだ？ああ、それなら昨日完成してそこに。あれ？どうした？いや、確かにそのあたりに置いたんだけど見当たらないよ。おかしいな、昨日確かにこの辺に置いたんだけど、もしかして無意識のうちにこっちに置いたとか。やっぱないな。どうしたの、ダル君？何か探し物？いやさ、昨日新しく作った新作ガジェット14号機がどっか行っちゃったみたいでさ。マユシ知らない？14号機ちゃん？どんなの？それがこれくらいの大きさの。ん？どうした、オカリン？もしかして見つけた？いや、そうではない。どうやら足りないのはそれだけではなさそうだぞ。え？ない。やはりないぞ。ダンボールに入れておいたガジェットが根こそぎなくなっている。うそ。大変だ、警察を。警察に電話しなければ。マエリー、今すぐポリスを呼んでくれ。119、いや117、どっちだ？岡部落ち着け、それどっちも違う。ああ、どうしたマユシ、何か心当たりでもあったん？そういえばね、言うの忘れてたよ。忘れてたって何をだ？あのね、この前言ってたメイクインのお客さんの店長さんいるでしょ？それは例のガジェットを買い取ってくれるという人物か？そうそう、あのね、その人がね、昨日の夜ここに来たのです。
ということは、まさか。うん。段ボールに入ってたガジェットは、全部まとめて持って行ってもらっちゃったのです。どうしてそれをもっと早く言わないんだ！ごめんなさい。言わなきゃって思ってたんだけど、マユシーはおバカさんだから、つい忘れちゃってたのです。まあ、忘れたものはしょうがない。盗まれたというのでなければいいだろう。そうよ。マユリのおかげで資金難から脱出できたんだし、むしろ感謝してもいいくらいだと思う。ごめんなさい、オカリン。今度から気をつけるね。もういい。功罪愛償うとも言う。功罪愛償う？今回は罪よりも功の方が大きいことだし、むしろよくやったと褒めてやろう。それは喜んでいいのかな。あ、さっきは怒鳴って悪かったな。ううん、マユシーも悪かったからいいのです。あんたってさ、やっぱりマユリには比較的素直よね。ふっ、バカを言え。俺は常に素直だ。どこがだ。どうしたのダダル、腹でも減ったか。違う、そうじゃないよ。ただもしかしたら僕、14号機もその段ボールの中に入れたかもと思われ。何？それは確かか？はっきりは覚えてないけど、そんな気がす。そうか。ああ、でもそんな難しいもんでもないから、作ろうと思ったらすぐ作れるけど。あ、いや、今すぐ必要というわけでもない。それに最悪、その買い取ってくれた店長とやらに行って買い戻せばいいのだから気にするな。あれ？ねえ、あそこのパソコンの横に置いてあったハードディスク知らない？ハードディスク？いや、俺は知らんが。え？それってもしかして250ギガの黒いケースに入った？そう、橋田知ってるの？ああ、あれマキセ氏のだったんか。そいつはしまったかも。え？どういうこと？さっき言った14号機だけどさ、要はハードディスクに録画したデータを送信するガジェットなんだよね。え？待って！ひょっとして、まさか。そのハードディスク、14号機に使っちゃったって？使った？それじゃあ。いや、オカリンが開発室にあるものは使っていいって言うからさ。まさかマキセ氏の私物だったとは思わなくて。普通そういうのって確認してから使うもんでしょ。そうなんだけど、とりあえず取り付けてみてって思ったもんだからさ。ごめんごめん。まあいいではないか。あそこに放置していたお前も悪いのだし、あれほどのホテル生活をしているのだ。ハードディスクの1台や2台使われたところでどうということもないだろう。また買えばいいではないかな。
そういう問題じゃない！あ、落ち着け、クリスティーナ。わかったわ。それじゃあ言うけど、13号機はね、13号機は脳の中の思考を映像として記録する機械なの。脳内の思考を映像に？そんなことが可能なのか？別にそう難しいことじゃないわ。例えば、私たちが今こうして見ている映像をデータとして脳に投影する研究は進んでいて、すでに実現段階にまで移行されてる。それと同時に、視覚情報を映像として記録する研究だって現段階ではかなり進んでるの。私の通ってるビクトルコンドリア大学の精神生理学研究所が開発した技術に、ビジュアルリビルディングっていう技術があるんだけど、知ってる？いや。まあ、要は映像データを神経パルス信号にコンバートする技術のこと。この技術を使えば、脳にデータ化した神経パルス信号を送り込んで、実際には目にしていない映像を、あたかも目の前で見ているかのように思わせることができる。それは、バーチャルリアリティというやつか？まあ、わかりやすい言葉で言えばそういうことね。で、これができるなら、また逆もできるということ。しかし、そんなに簡単に行くもんなん？もちろん簡単じゃないわよ。でもね、ここでもう一つ。私が大学で研究していたのは、人の記憶を神経パルスとして解析することなの。記憶を？そう。まあ難しい話だから、細かいことははしょっちゃうけど、記憶をデータとして取り出せるなら、頭の中で見た心象風景や思考なんかもデータとして取り出せるんじゃないかって。しかし、そんな神経パルスをどうやって取り出すというのだ。とてもじゃないが、そんな大掛かりな装置、この開発室の中には。別に大掛かりなものは必要ないわ。これがあれば。
もしかしてそれが。ええ、VR 技術を用いて作ったヘッドセットみたいなものね。かなり簡素化してはいるけど。なるほど。13号機の概要は分かった。クリスティーナ、お前がこのラボの新しいガジェットとして何やらとんでもないものを作ろうとしていたことも分かった。だが、なぜそこまで慌てなきゃならんのだ？もしかしてそれもマユシーのせいかな。あーいや、どっちかってと置いてたハードディスクを使った僕のせいかも。この際誰のせいだとかそういうのを追求しても仕方ないわ。そんなことよりその14号機を回収する方が先よ。確かにマキセ氏の言う通りだ。とりあえずマユシがガジェットを売ったっていう人に連絡取って14号機だけ返してもらった方がいいと思われ。そうね。ねえマユリ、その店長さんに連絡してくれる？どうしたマユシ、連絡取れるよね？それが知らないかも。え？連絡先知らないの？じゃあその店はどこにあるん？その人はメイクインにたまに来るお客さんで、だから多分秋葉原にあるお店だと思うんだけど、どこにあるなんていうお店なのかはよく知らないのです。とにかくここで頭を抱えてても仕方ない。私はそのお店を探してみる。そういうことなら僕も手伝うを。明日いいの？いいのも何も見つからないとやばいんでしょ？それはまあ確かにかなりやばいけど。だったらやるしかないじゃん。秋葉の店ってことなら僕の方が詳しいし。マユシーも手伝うよ。
だって元はといえばマユシーのせいだから。マユリ。滑稽だな。どうしたんオカリン、急に笑い出しちゃってさ。これが笑わずにいられるかなあ、クリスティーナよ。な、何よ岡部、何がおかしいのよ。いいか、何度言ってもお前たちは忘れているようだから、もう一度教えてやる。この未来ガジェット研究所の目的は何だ。ガジェットさんを作ってみんなで遊ぶ。違う、そうじゃない。いいか、我が未来ガジェット研究所の目的は、作り出したガジェットを使い世界の支配構造を覆し混沌をもたらすことだ。しかしどうだ、クリスティーナの話によれば14号機によってもしかしたら世界に未曾有の危機が訪れるかもしれないという。考えてみろ、それこそ我々の望む世界の根幹。何も慌てる必要などないではないか。ふちょっとちょっと、それじゃオカリンはまさかこのままほっといてもいいって言うん。誰もそんなことは言っていない。でも現に今。だがしかし、しかし、まだ時は満ちていない。それにだ、この不応援教魔の望みはあくまでも我が手によって世界に混沌をもたらすこと。第三者の手によって偶発的にもたらされた混沌など何の意味もないものなのだ。従って14号機が引き起こすかもしれないという世界の終焉は、この俺にとってむしろ好まざる事態であると言える。よって包囲教魔はここに命じる。これより未来ガジェット14号機の回収を総力をもって行うのだ。なんとなく分かってきた。なんだ、分かったとは何のことだ。岡部ってさ、なんだかんだ言ってやっぱり素直じゃないのよね。だよな、いちいち必要ないプロセス入れずにあのまま、じゃあみんなで探そうぜって言えばいいのにさ。な、何を言っているのだ。俺はただラボメンとしての心構えを語っただけで、素直とか素直じゃないとかそういうのは関係ない。ほら、そういうところが素直じゃないのよ。うん、でもそこがオカリンのいいところなんだよ。クリスちゃんも分かってくれて嬉しいのです。そうね、いいところかどうかは別として、ずっと一緒に行動してるとだんだん思考パターンが分かってきたかも。お、もしかして12号機の効果が現れてるのかも。ってことはもうすぐ外れるフラグ来た？ふっ、お前なんとに。どうせ私なんかに理解させるほど単純な思考じゃないとでも言うんでしょ。あがく、あ、図星だったっぽい。これは本当に12号機って効果あるのかもしらんね。え、いいからほら、くだらないことを言っていないで14号機を探すぞ。では行くぞ。ええ、行きましょう。あだー！
お前こそ俺の思考が分かってきたと言うならどっちに向かうかくらい分かるだろ。全言撤回。あんたの中二病丸出しの頭の中なんて分かりっこないでしょ。あぐぬぬぬぬぬぬかな。雑貨屋の店長さんかにゃ。なあ、マユリがガジェットを売る約束をした相手でここの客という話なんだが、心当たりはないか。ああ、そういえばマユシーがそんな話をしてたことがあったにゃ。どこの店の人間か知っているか。常連さんならわかるんだけど、そのお客さんって最近何回か来たくらいだから、フェリスもあんまりよく知らないんだにゃ。そう。では見た目はどんな感じのやつだ。そうだにゃ、背は背は高いわけでもなく低いわけでもなく、体格は体格は太ってるわけでもなく痩せてるわけでもなく、言うならごく普通かにゃ。これといって特徴のない感じの人だにゃ。あ、でもどうした？何か重要な特徴でもあったか？胸に7つの傷があるとか。そういうわけじゃないな。ただ悪い人じゃなさそうだったにゃって思って。そうか。でも、どうしたのかにゃ、急に。そのお客さんがどうかしたのかにゃ。実は、できれば何とか連絡を取りたいの。なるほど、大変なことに。ああ、そういうわけだ。だから、もしそのお客そうか、わかった。あ、明日も頼む。やっぱりダメだったか。ああ。一つ聞くが、クリスティーナよ。なぜ、俺たちの夕飯はこれなのだ？なぜって、あんたも買うとき何も文句言わなかったじゃない。それは、夜食か何かだと思っていたからだ。そもそも、こんなホテルに泊まっているくせに、なぜ夕食がカップ麺なのだ？選択肢は他にもいろいろとあるだろう。何？じゃあ岡部がおごってくれるの？バカを言え！なぜ俺がセレセブであるお前の夕飯をおごらねばならんのだ！大体こういう時は持っているやつがおごるものだと相場は決まっている。それこそ冗談じゃないわよ。
むしろここに止めてあげてるんだから、それくらいあんたが出してもいいんじゃない。あとセレセブ言うな。俺は別に泊まりたくて泊まってるわけではない。まあいい、食い終わったのならシャワーを借りるぞ。待て。なんだ。誰がここのシャワーを貸すと言った。誰も言ってはいないが、他にシャワーがないのだから仕方あるまい。冗談じゃない、ラボにだってシャワーはあるんでしょ。だったらそこのを使えばいいじゃない。仕方がないだろう。使おうと思ったがその暇がなかったのだ。というわけだ、借りるぞ。私はオッケーしてない。どうしても貸せないというのか。どうしても貸さないと言ってる。そうか。言っておくが、俺は昨日も一昨日も風呂に入っていない。いい加減匂うが、お前はそれでもいいのか。今日も一日動き回って汗もかいているし、いい加減いい醸造具合になっている。その上、分かっているだろうが、俺たちは互いに1メートルと離れられん運命だ。それでもお前はいいというのだな。この匂いと共に明日の朝まで寝食を共にする覚悟があるというのだな。ならば俺も現状を甘んじて享受し、明日ラボに行くまで我慢しよう。もう分かった、分かったわよ。その代わりちゃんと出るときに煮沸消毒しなさいよね。それにしても上州よ、お前さっきまで深刻そうな顔をしていたくせに随分と元気になったじゃないか。あんたと話してると深刻にしてるのがバカみたく思えてくるのよね。それは結構なことだな。何が結構よ、だいたい岡部って。あれ、どうした。ねえ、もしかしてあんたって私が落ち込まないようにわざと。そんなはずないわよね。オカリンの方はどうだったん。そう聞くということはダルの方もダメだったようだな。方もってことはオカリンもダメだったってことか。ごめんねオカリン、マユシーがちゃんと聞いておかなかったばっかりに大変なことになっちゃって。何度も謝るな。別にあれはお前のせいではない。でも、マユリ、ここの名前は何だ。言ってみろ。え？ここってラボのことかな。違う。いいか、ここは未来ガジェット研究所だ。すなわち過去ではなく未来を見据えて活動する、そういう場所なのだ。だからいつまでも過ぎたことを振り返ってとやかく言うんじゃない。わかったな。オカリン。へえ、オカリンもたまにはいいこと言うんだ。お、何を言うか、俺は常にいいことしか言わん。
とか言って、ついさっき過去に D メールを送ろうとして思いっきり振り返ってたくせにね。あ、それは仕方ないだろう。できるだけこの状況から脱したいのはお前だって一緒だろうに。まあそれはそうだけど、第一考えてもみろ。電話レンジカッコ仮が正常に機能していれば14号機紛失のトラブルだって起こらずに済んだのだ。もっとも、俺の場合は過去を悔やんでいるのではなく、過去を顧みることで未来への可能性を模索しているのだがな。つまり結果として未来へつながっているわけで、決して後ろ向きなわけではないということだ。まったく、へりくつばっかりうまいんだから。何を見ているのだ、二人とも。いや、なんかオカリンとマキセ氏、二人の間の空気がちょっと変わったかもって思ってさ。何？実はね、マユシーもね、ダル君と同じこと考えてたのです。前よりまで何言い出すのよ。そうだ、今だって言い合っていたところで、以前と何も変わっていないではないか。確かにそうなんだけどね。でもね、なんかね、やっぱり違うのです。違うって、だから何がどう違うのよ。こう、なんつうか、前みたいなトゲトゲしさがないっていうかさ、同じように言い合っててもどこか柔らかいみたいな感じ。こそ早く何とかしないとな。まったくだ。その通りよ。あと一日だからな。あと一日だものね。ん？え？おい、ダル。今のはどういうことだ？え？今のって？今言ったではないか。あと一日と。それはどういう意味だ？どういうって、だからタイマーが作動するまでだ。タイマー？ちょっと橋田？何よそれ、説明しろ！説明って、だから14号機につけた簡易のタイマーが、明日の夕方5時、つまり、ちょうどあと24時間後ぐらいに設定されてるって話。あれ？それはつまり、明日の夕方には、いやおうなく14号機が稼働するってこと？
If you like this video, please give it a thumbs up, as it really helps. Thanks for watching. なんだ?クマパン?どうだ?最近のアナウンサーみたいで悪くない呼び方だと思うぞ。な?クマパン?